おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日10月28日月曜日の全国の天気をお伝えします。今日は本州の南海上に前線による雲が広がっています。高気圧に覆われ晴れるところが多くなりそうです。ではアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。沖縄は本島を中心にざっと降る雨に注意が必要です。その他広い範囲で晴れて青空が広がります。朝は雲が広がる関東もだんだんと日差しが届きそうです。大雨や台風の被害があったところでは復旧作業を進めることができそうです。ただ砂ぼこりが舞いやすくなるため注意をしてください。夜になると九州南部や四国の太平洋側で雨が降り出す恐れがあります。また伊勢湾付近でも雨雲が発生する可能性があります。東海エリアでは夕方以降局地的にざっと降る雨にお気をつけください。今日は各地朝の冷え込みが強くなっております。昼間は気温が上がり過ごしやすい体感です。一日の気温差で体調を崩さないようお気をつけください。全国の天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。